ございます。おはよう。配信だ。なんかパン焼いてた。おはよう。朝食準備。え、なんかさ、聞いて、パン、なんかさ、なんかさ、星投げとく。星投げ最後ですよ皆さん。え、なんかさ、昨日お父さんから星投げが今日が最後って昨日言われたんよ。違うよね。違うよね。やっぱそうだったんや。なんかさ、みんなと話しとったやん、 13? がなんたらって13やでみたいな話してたやん。今日の9時で最後。夜の今日朝配信。そう、もうじゃあ昨日おとついちょっとバタバタしてて本当に配信できなくて、待ってくれてた方本当申し訳ない。今日はできます。今日できるし、今日、まあ、夜もしようと思ってる。もうみんな、もうこの、だってもうショールームって何年ぐらいあるんだろう。え、朝の、朝の9時まで。すんごいタイミングじゃない。なんかみんな違うんやけど言っとることが。みんな違うんやけど、どういう、あれ、狙ってこの時間。まあそういうことですよね。やっぱまあ、星凪が呼んでた、私のこと、あんたって。なるほど。え、ほんじゃあさ、もし私がアップデート今したらもうできへんってこと？あの、みんなも配信もうしてんのか、アップデート。今日から四国に遊びに行きます。いいですね。これちょっとね、お盆も終わって落ち着いた9月に行くんですね。うわー、名残惜しい。いや、逆になんか星がなかったら、え、なんか違う画面になるんだよね。なんか違うやつっていうか、なんかゴールドみたいな、なんちゃらゴールドみたいな感じになるんでしょ。星投げ切りました。ありがとうございます。最後も私の配信で星投げをしてくれるんですね。9時になったら強制的に、へえ、その瞬間見れるじゃん。じゃあ見よう。え、マジよかった、ほんまに。逆にこれが昨日じゃなくて今日の方が良かったかもしれない。その配信できないタイミングだったからさ、昨日は。そうなんや。ありがとう皆さん。
めっちゃポジティブよ。ポジティブですよ。生まれ変わったんで私。でさ、まあ食パンを焼いたわけよ。そうそうそう。なんでさ、上にさ卵をね落としたの。ほんでトースターやったんよ。そしたらさ、その上にあるはずの卵がなくなってさ、下にね落ちちゃって卵が。もういいやと思って、で急遽玉ねぎのっけて、玉ねぎ切って玉ねぎのっけて、でもチーズがちょっとしかなかったよ。そしたらもうケチャップがもうなんか焼きすぎてさ、上から追いケチャップした。もう見た目解明すぎ。割れた生卵があれにいる、あの海の上に落ちてる。ふわ、ジブリのパン。普通になんかピザトーストみたいになっちゃった。普通にそれに輝くの月だけになってしまう。そっか、私がマヒナが月ってことを知ってるってことね。いただきます。か、この雑な、え、そうスクランブルエッグ作ろうかなと思ったけど、もう一個卵を無駄にしてちょっとめんどくさくなっちゃって、やっぱ自分で食べるってなったらもういいやってなっちゃうよな。この一手間、わ、いいな。渓谷、渓谷行くの、渓谷。食べに行く。筋肉強すぎる。美味しそうじゃん、本当。もうあれをケチャップやって、ケチャップやって、玉ねぎ置いて。まあ、ピーマンある人はピーマンやって、ピーマンもあったもんだって。私ピーマンもあるのにもうめんどくさくなっちゃって、ピーマン置いて、でまあ普通にチーズかけて、なんかブラックペッパーか塩コショウパーってちょっとやって完成。それでピザトーストが食べれるんよ。声聞こえにくい？嘘。
ず食パンは健康なうちに健康なうちにっていうか、あの状態がいい、買って新鮮なうちに、新鮮とかあんのかな、なうちに冷凍庫入れとったら、トースターしたらふわふわになる。嘘、どうですか。わ、きなこ来た、ありがとうございます。やなちゃんありがとう。どうやろ、でも何も接続されてなかった、イヤホンとか。スローハッチリ、いやなんかさ、食パンとかってなんか毎日あんまりなんか食べたらあかんかなみたいな気持ちあるやん、ちょっと罪悪感があんねん私は。そうそう、たまに食パン食べるぐらいが。でもさ、割とさ賞味期限早いやん、ちょっと食べんかったらカビ生えたりするやん。だからあの野上やっけ、野上のパン屋さんとか、前めっちゃ高級なパンを買った時にそのまま冷凍したらなんか大丈夫みたいな書いてて、食パンが、食パン自身が書いてて、なんか冷凍に入れといてくださいみたいな。そしたらふっくら焼きたてのような、なんか状態を食べれますみたいな。にゃにゃって言ってたから、普通のパンでやったんやけど、まあ普通のパンでもそれいけたから。おはよう。あ、なんか遠い人と遠くない人がおるらしい、声。みーちゃん、みーちゃん、おはよう。なんでやろな、声遠い。でもだいぶさ、喉もさあれかも、いい感じに戻ってきました。なんかこの前病み上がりの時はさ、なんかちょっとやっぱ声出したらなんかちょっと、あ、まだなりそうやなみたいな感覚があったけど、だいぶ。 iPhone 水没したこと、今ね配信してんのね iPhone じゃない、 iPad。 iPad なんやな今やってんの。水没はしてないはず。そう、おはよう。パンか、お茶碗いっぱいの、お茶碗いっぱい分のお米か。いや迷ったよ今日、お味噌汁にするかパンにするかで迷ってパンにした。先にパンと目があったから。うわ、味噌汁食べたい。この前ねあのうどん食べたんよ。あれ、これメール送らんかったっけ、
送らんかったか。あの私さ丸亀めっちゃ好きなんやけど、丸亀じゃなくてあの時はさぬき屋に行ったんよ。そのさぬき屋でなんかついてきたんよな、味噌汁みたいなスープが。なんやっけ、なんやったっけ、なんやったっけ、何のスープやっけ、スープ味噌汁、もうそれがめっちゃ美味しかった、好きってなった、好きな味やった。てかなんかさぬき屋メニュー全部美味しそうすぎて、なんかなんかこんなにメニューを減らしてほしいなと思ったことはないぐらい全部美味しそうやった。うん、いや、あ、さぬき屋って何、広島のもんな。え、そうなん？どこのあれなん？広島以外にどっかにある？さぬき屋って。ララランドさんありがとうございます。やばい、みんなあと7分8分だった、あと8分だよ、星投げ。西の人は本当うどんをよく食べるね。うどんマジ。びっくりした。工事してんの？てか今知ったんやけど。めっちゃびっくりした。なんかビビったんやけど、怖っ。こんなこんな自分の家が破壊されてるのかと思った。怖すぎ、ビビった。ちょっと待って、死にそう、どうしよう。こんなにちょっとどこが工事してんだろう。え、マジ隣の家かなって思ったんだけど違うんかな。めっちゃビビったよね。なんかめっちゃ可愛すぎよね。写真したいか、俺の嫁さんになってくれませんかってプロポーズしてくれてる横で、ちょっと集中できんかった今。ありがとう。え、また泣いそうじゃない？え、怖い、どうしよう。泣そうしなきゃ、ありがとうございます。なるぞなるぞ。エアコン取り付け工事、
聞いてみるわ隣の。これ一生慣れないわ。ちょっと待って、聞いて。これどうやって生活してんの隣。MRI？ あ、記憶ついた記憶ついた。エアコン交換だって。エアコン交換してるらしいわ。あ、そう、私ね、なんかね、最近ね、なんかエアコン、エアコン解体新書みたいな。解体、あ、違う、エアコンなんか解体、解体じゃないな、なんか分解だ、あ、分解洗浄。そう、解体洗浄みたいなのがあって、でなんか何かね、チラシが届いてたんや、なんか何円でできますよみたいな。したらなんかね、それが届いたなんか5日後ぐらいに、なんか朝起きたらね、ポタ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 言ってて、ずっと雨が降ってるんだと思ってたんや。そしたら、そしたらなんか雨漏りしてて、雨漏りじゃないわ、もう間違えた、雨漏りじゃなかった、間違えた、あれ雨漏りか、エアコンから水漏れしてたの。雨漏りじゃなかった、間違えた、雨漏りって送っちゃった。そう、うん、みんなあと1分だ、残り1分しかありません。ありがとうございます。月見バーガーさん、道しるべさん、ありがとうございます。さらば欲しいよ。欲しい、ありがとう皆さん。どうなるんだろう。
もう無料配信ない。わすごっ、もう変わった。いや本当にさ、ショールームで生活してるさ私たちからしたらさ、星なきゃなくなったほんまに教科書に載るレベルですごいことよね。言うけど、あ、そう、それで水漏れねしてたの、エアコンポタポタなって、こうなんかもう下に水、なんか水たまりみたいなのができてて、へっと思ったら水漏れだったんよ。でなんか調べたけど分かんなくて、で一回止めたんよね。一回止めて、そしたら止まったんよ。あ、止まったわ。あ、じゃあやっぱつけたら出るんだと思って2日間ぐらいつけなかったので、つけたら治った。よかったと思って頼もうかなと思ったんやけどね。でもさ、もうそろそろさ、まあ、昼暑いけどエアコン使わなくてもいい時期来そうじゃない。夜とか涼しいし。こちらのキットご利用になれない、ご利用になれない。みんな星が、星が、星が星じゃなくなった。そして星は星じゃなくなる。長らくの星のご愛顧、ご愛顧だっけ、ありがとうございました。さらば星よ、うわー、どうなったんで今みんな、なんか変わったんだよね、なんかゴールドなんちゃらとかに。みんなコメント欄使っていいよ、星への気持ちを言葉にしていいよ。あ、9月11だ。あ、9月11。2点が変更になりました。ミッション？何そのゲームみたいな。無料の星ギフトは、無償小ゴールドへ切り替えます。視聴ユーザー数は盛り上がり指数。視聴者数、コメント数、ギフトポイント数より算出に表示変更だって。どういうことや、ちょっとよくわからん。はい、本当だ。視聴者数、視聴者数が今さ、えっ、私まだ、30分とかしか配信してないのに3700何人も見てる。やっぱみんなラスト星投げしてくれたんかな。なんかこの人数が変わるらしい、星なんちゃらに。盛り上がり指数っていうのに変わるんだって。なんじゃそりゃ。無料の星ギフトから無償小ゴールドへの切り替えに伴い、従来星集めのためにルーム回避をしていたユーザーがいなくなることで視聴ユーザー数が減少して見えてしまうことを防ぐ目的となる。おお、なんか優しいね。地域に優しいわ。地域と人々に優しい。何変更されるし。
その星投げがなくなった理由は、星投げ星集めのための細かな配信スケジュールの組み立てなどが不要になったって。そういうのもめんどくさいって判断したってことか。まあそれは不要になることでユーザー配信者様のみんなの負担を軽減してくれたらしい。ミッションクリアでギフトがもらえますよ。視聴者数は永遠に視聴者数が言えん。視聴者数は盛り上げ指数みたいになるらしい。人数とかじゃないらしい。無償ゴールドの配布により視聴者のギフティング体験を促すことでって、さらなるギフティングや小ゴールドにつながるらしい。1日2回達成できるミッションがあるんだって。いやその小ゴールドの見方はギフトのとこ押したら一番下になんかある。盛り上げ指数ギフトとコメント数、どうなんやろな、どうなんやろ。かずかさんありがとう。どういうミッションが出んの。フーチャーロスチューさんありがとう。音符ありがとうね。青のすみかさん、せいがさん、視聴者さんはデイリーのミッションをクリアすることによって小ゴールドが毎日もらえるって。1日2回あるんだって。3時から15時と15時から3時までだって。あ、本当だ、すごいね。なんか未訪問ルームで一定時間視聴しようとか、種ギフトを10個投げようとか。種機能はあんの。私のルームはないと思うけど、種機能ってあんの。配信を視聴しよう、ライバーにギフトを送ろう。ほんまなんかゲームみたいになってことか。いやなんか小ゴールドも勝手にもらえたりするらしいよ、そのミッションを達成したりしたら。まあでも大丈夫、みんな今日からやから多分誰も分かってないと思う。みんな初めさ、星投げもさ分からんかったよな。だってあと5年後にはみんな、まあそれはこうやってやるんだよって説明できるようになってるってことでしょ。マジで人類の、人類って何、人類の開花やな。人類の開花や。
パンダさんありがとう。5年後、ちょっと予知してみようよ。5年後ショールームどうなってるか、何に変化してるか。勝手にミッション調整中。あ、多分そうなんだと思う。だから知らん間に、あの何ミッションクリアとかになってるんじゃない。挑戦して勝手に、だからかあの星投げやったらさ、あ、じゃあ10個のルーム行って 99×5 ミッションクリアしてくださいみたいな感じってことよ。もうさ、やり方分かってたからさ、自然にしてたやん、星投げとか星集めとかも。それをただ文言で伝えてるって感じなんじゃない。もう星投げはもうないけど、10人の配信を見に行ってくださいとか。エアコンは穴開けたら取り付け。あ、そうなん。なんか9時、あれ10時半までって言ってたよ。確かに音せんくなった。おはよう。にゃひーちゃん、しなきゃありがとうございましたってね。じいちゃん、やだ、ひーちゃんやめて。じいちゃんやめて、やめて、痛い、痛い。にゃ。何変わってるんやろ。キラキラ星もらった。キラキラ星？アップデートされた。私はでもまだね、この辺にね星あるよ。星の存在はまだあるよ。変わった変わった、秘宝ちょっとそれもらうわ。つなげ感動。
チョコパンさん、スーパーモンモンガさんありがとう。チャックン、タクワンさんありがとう。タクワンマジで好き。メチシロベさんありがとう。花束。初投げできた？みんな何投げるん？初投げって11受け取りボタン。どうなんやろ。でもまあ、多分これからさ、まだ始めたばっかりやからさ、これからどんどんなんか改善されていきたいけどな。勝手に自動受け取りとかなりそうやけどな。キラキラ星ありがとうございます。キラキラ星、すごい。キラキラ星全然光ってないんやけど、私のところ。私まだここに星健在やねんけどねえ。他のルーム行ってみよっか。なんだこれは。アップデートのお知らせが来てしもた。くわ、最新版のアプリにアップデートしてください。アプリがアップデートできない場合、端末の OS アップデートお願いします。できました。しちゃいますか。これはもうするしかない。どうした兄ちゃん、どうやってもらえるの？多分そのミッションをクリアしたらもらえるんやと。勝手にミッションクリアできるんじゃない？はじめとかって10秒視聴したらとかじゃない？どうなる？ゆうちゃんすぐ噛むやん、ほんまに。最近どうしたん？まあまた今日からですね、ほんといろいろ変わっていくので。びっくりした、じいちゃん。やめて。なんじゃこりゃ。すごいよ、じいちゃん。じいちゃんすごい。キラキラお星さんをやる。すごい。ね、どうしたん、ほんまに。どうした、何が言いたい。日本語喋ってくれへんと分からへん。
私猫語喋られへんからね。姉ちゃんやめて、痛い。姉ちゃん分からへんよ、そんな言われても噛むだけやったら。姉ちゃん痛いって。もういや痛い、ほんまに痛い、やめて。はい、どうぞ向こうにいてください、ただいてください。いや餌あげた、すごい、これはすごいわ、マジ歴史動いたわ。すごすぎなんやけど、やめてって。もうこっち行って、はい、ほらめっちゃかくやん。おはよう、もうこんなさ、こんな人が来てくれるならメイクしたのに。ドグラスさんありがとうございます。おはようございます。皆さん、あ、めっちゃコメント欄で教えてくれてる。壇上の右上、こっちか、みんなからすると似てるミッションがあるらしい。神てるさんありがとうございます。ショールームの血が騒いでる。メイクしてないときに、メイクしてるときも来てください、ぜひ。ハートありがとうございます。すごいな。まあそうよな、見るよな、そりゃ最後やったら。まあ、今日夜もするからさ、もう一回やってみようよ。私も今日見てみよう、他のルームの人とかどんな風なんかで、この配信が終わったらあの iPad もアップデートするわ。キノコさん、吉ありがとうございます。23とか言ってる。私23番が一番好き。ヒランチュありがとうございます。キノコ、毒キノコ、毒キノコ。あ、待って、なんかさ、さっきからめっちゃハート飛んでくるなと思ったんや。これミッションってこと？なに、マシちゃんに、マシちゃんにミッションってバレずにハートを送ろうとか、とかアイドルに、アイドルに愛を伝えようとか、そういうミッション。何、どういうミッションなんこれ。ハートありがとう。みんな森賞皆さん、 B
ピン太郎さんはピンク。ディトックさん、あ、吉鍋、吉鍋大、あ、そうや、今日明日でなっちゃんに LINE 送らんといけん。だってキラキラ星でもミッション達成になるなんて。でも星の概念はまだあるんや、キラキラ星とかあるんやったら、ちょっと嬉しいな。皆さんここで目薬タイム。でもギフトだったら何でもいいんやない？だって無料ギフトとか有料ギフトとか書いてないもんな。おはよう。ラクロさん、ありがとうございます。アキラさん、ありがとう。皆さん、おはよう。月曜日頑張っていきましょう。1週間おはよう。ルームに来てくれてありがとう。キラキラ星デビューでした。ミッション4、え、これさ、ミッション何個まであるんやろ。じゃこれさ、ほんまにミッションめっちゃクリアしていったとするやん。じゃあ5年間さ、毎日ショールーム見てたらさ、めっちゃミッションもう何千とかいくんじゃない、何百何千って。もう何が来るんやろ、怖っ、すごい未知の世界じゃない。ハートありがとう。エレメンツさん、
毎日ミッション5とかってことか。じゃあミッション10とかってなることはないんだ。毎日1から始まるんだ。いやまあそりゃそうか。ちょっとポンコツでした。もゆちょさんありがとう。51で6の昼夜で12個。みんな理解早くない？おはようピロシ。おはようハマヒ。あ、そう3時から15時、15時から3時の2回らしい。わ、ほんとだ、星に変わってる。お気に入り指数になってるわ。初見ありがとう。今日夜も配信するよ。みんな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 、私がテロップ変えようとしたんですよ。テロップ変えようとしたんですよ、ただいま。そしたらもう勝手になんかもうどんどんどんってもう勝手に画面が切り替わってアップデートされました。もうアップデートとかになんかもうグオングオングオンみたいなんで、もうなんかもう私の意見なんか聞いてくれなかった。うん、意見なんか聞いてくれなかった。もう一方的にやられました。もう拒否権ないんだ。ということでということで、こちらもキラキラ星に変わりました。でもなんかもう早くもさ、ちょっと見慣れてるかも。なんかこのキラキラ星あんまりなんか、うん、馴染みがあるね。なんかこの色っていうか見た目っていうか、あんまり違和感なくない？ここでこう飛んでても、まあギフトがいっぱいあるからっていうのもあるんかな。谷谷さんありがとう。私も谷口って言います。たけちゃんありがとう。どうしたん？
いいじゃん、はいはいはい。あんまり良くないね、そうやって人のことカモは、人のことカモのは良くない。キャリーさんありがとう。視聴者数が人じゃなくなった？そのこれ星になったんだって。これしかも視聴者数じゃなくなったらしい。お気に入り指数って言われて。まあこれはちょっとすぐ慣れそうですね。ちょっとキラキラ星の皆さん、今日からよろしくお願いします。めっちゃ泣かん？ほんまに可愛いんだけどね。めっちゃねえじいちゃん、おはよう。初見ありがとうございます。おがこさんありがとう。お姫様ごきげんよう、ごきげんよう。この前ドレス着たよ私も。ごきげんようって言って思い出した。ミッションが10カ所で配信見てもらえる？あ、違うか、発表されるとか。だって普通にさ考えてさ、始めた頃なんかこんな初訪問とかも出なかったじゃん。なんとかが視聴してますとかさ、ファンレベルとかももちろんなかったしさ。なんか徐々にだけどめっちゃ変わってるよね、初めに比べたら。ショールーム、って思うけど、まだまだ進化していきますよ、きっと。かずきさん、かずきれなちゃん、かずきれなちゃん、ハートありがとうございます。皆さんハートありがとう、コメントもありがとうね。また今日夜もね配信しようと思ったようなので、配信時間が分かったら予約入れておきますね。よかったらルームフォローして、ルームフォローあるよね、ハート、ハートあるよね。ルームフォローしてまた遊びに来てくれると嬉しいです。トモタありがとう。ミラクルボムは朝配信はねもうそろそろ終わるんだけど、うん、あ、ひよこさんがフォローしてくれた。わーい。センキュー。めっちゃね、朝からこんなにたくさんの方が見に来てくれて嬉しいです。もうね、ちょっと視聴者数じゃなくなっちゃったんだけど、5000人、5252人までは見た。うん。ありがとうございます。 SNS もしてます。こういう時は宣伝するらしいよ。
ツイッターもバズったら宣伝するらしいよ。うん、SNS もしとるし、あとはまあ今はお話し会もねやったりしてます。申し込み期間が始まってて、そうね、ツイッターとかもハッシュタグ見てます、名前とか谷口まひなって。なんかツイッターとかインスタもまた全然違うから、人が、ぜひチェックしてもらえるとありがたいです。まあ詳しくはツイッターとかもいろいろ見たらわかります。ゆいちゃん、ダメ。リリアンさん、ほらありがとう。マジでみんながさ、おはようってさわざわざコメントして来てくれるから、なんか終わりたくないけど終わらなきゃ。まだツイッターって言っちゃう。私全然ツイッターって言うよ。ツイッターって言うし、ツイートって言うし、全然時代についていけてない。だから多分普通にショールームも永遠に多分星投げって言っちゃう。これからはキラキラ星って言えばいいのかな。はよ。うん、お話し会の受付も今日13時までです。キャラに STU48 で検索して、うん、おすすめ日とかはツイッターに載せてます。 X とポストまだ馴染みがないよね。それこそなんかツイッターがしっくりきすぎて X とポストっていうのが慣れない。まだ吉井ゾンビありがとうございます。またバチバチにメイクちゃんとしてるとき見に来て。朝はねいいですよね。うん、これが残らないことを願うよ、世の中に。はい、それじゃあ朝はこんな感じで終わろうかな。みんなありがとう、本当朝から見に来てくれて感謝感謝。ハートもねたくさん投げてくれてありがとうございます。なんかね、新たなこのショールームはミッションもあるみたいで、また夜ちょっともう一回確認しよう。はい、うん、じゃあランキング見ます。読むね。ちょっと待ってね。13位はララランドさん、12位はマリオ2さん、11位は泡町さん、合ってる？合ってるかな？泡町さん、間違ってたら教えてね。10位はナミさん、9位はスーさん、8位はひよこ、7位はプリムラさん、6位はキガヤさん、ありがとう。
5位はどんぶり勘定さん、久しぶりです、ありがとうございます。4位はあまりショー、楽しんでね四国。3位は道しるべさん。2位は青木じ、この前ライブもありがとう。そして本日の第1位は、そして本日のキラキラ星はにしようかな。1位のことをキラキラ星って呼ぶことにしようかな。本日のキラキラ星はドルルルン、第1位はルディエカワルダナさんです、おめでとうございます、ありがとう。本日のキラ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 星は、あ、わかった、本日の一番星にしよう、本日の一番星はにしよう。そしたら1番と1位となんかいろいろなんか縁起良さそう、いいこと起きそうじゃん。一番星ルディエカワルダナさん、おめでとう。やっぱまあこう時代に合わせていかなきゃ。朝日サージカルさん、スランプくん、ありがとう。なおさん、しっくりくるよね、一番星ね、忘れてた言って。はい、ということで皆さん朝からね配信見に来てくれてありがとうございます。そしてラスト星投げも本当にありがとうございます。これからはキラキラ星とかね、いろいろ制度が変わったみたいなんですけど、また今日からねショールームもまた楽しんでもらえるように配信ねたくさんしていきたいと思います。夜もまた配信するので、もしよかったらルームフォローしてまた見に来てくれるとありがたいです。それでは9月11日月曜日、皆さん今週1週間頑張りまひな、バイバーイ、元気にいってみよう、バイバーイ、ありがとね。またね。